んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはいじめられた体験を癒すです。あなたはいじめられた体験はありますか？大人になって会社でいじめられる人もいますし、夫の暴力に遭っている人もいますよね。大人になっていじめられる人はだいたい子供の頃にも友達にいじめられていたりしますよね。そのいじめが同行していたりすると生涯つきまとう嫌な思い出となって、いつまでも人が信用できないということになって、自分の力をセーブしてしまうという原因にもなりますね。でもそれを優しく癒して、あなたは何も悪くないというのは本当の癒しにはなりません。それでは結局世の中にはいつまでも悪い人が存在していて、そのターゲットになった自分が損しただけということになります。これは悔しいですね。これでは被害者意識から抜け出せないので、やはり自分の力は出せないままです。ではもしそうでなかったらどう感じるでしょうか？つまりあなたが先に友達にひどい迷惑をかけていたとか、あなたがいじめていたとか、あなたの性格がとても悪かったからいじめられていたとしたらどう感じますか？同じ体験でもきっと一変するでしょう。相手への恨みが消えて罰の悪い思いをするでしょう。そうすると手放せますね。だとするとある事実がわかります。ひどいいじめの体験をいつまでも手放せない人は、そこに自分の欠点を隠しているということになります。でもそれに気がつかないから、いつまでも相手を恨んでトラウマを抱えているというわけです。実はひどくいじめられた体験のある人は大概幼児期に妹か弟をいじめています。よくあるのは妹か弟を階段から落として危うく殺しかけたとか、赤ちゃんの妹や弟の体を踏みつけたとか、あるいは赤ちゃんの妹や弟の顔にタオルをかけて窒息させようとしたとか、本人は表面上では覚えてないのですが、心の奥底にこの記憶があるんです。この人たちの脳裏には弟か妹が血を流して倒れているシーンとか、お母さんが動揺して病院に駆け込むシーンだとか、そういうシーンが浮かんでいるんです。本人はその時ショックのあまり心が麻痺していたかもしれませんが、心の奥底では自分が悪いことをした、許されないことをしたという思いがあります。それで自分を罰しよう罰しようとするんですね。自分の暴力性が友達に投影されて、そしていじめられるということが生じます。でもいじめられるとこの人たちは心のどこかでちょっと安心しているんです。というのは、自分よりも悪い人がいるということは自分は少し良い人になれるからです。これは夫の暴力を受けている人たちによく現れる心理です。夫が悪い人だと自分は良い人になれるので、これで自分の悪い暴力性を隠せるということなんです。でもこれでは幸せになれませんよね。ですからここから抜け出しましょう。ここから抜け出すには、自分が妹や弟をいじめていたことをしっかりと認めて懺悔して、自分で自分を許すということをしなければいけません。それができたらやっとこの人たちはこのトラウマから抜け出せて、もう二度とひどい目に遭わないと信じられることができます。そうすると友達にいじめられた体験も消えていきますし、
人への恐怖も消えていきます。ということで今日はこれを直していきましょう。いつものように目を閉じて自分を6歳だと思って聞いていてください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは学校で友達にいじめられたよね。物を隠されたり投げられたり嫌なことをさせられたりして辛かったよね。苦しかったよね。今でもそれを思い出すと悔しくて涙が出るよね。かわいそうにね。大人の自分はあなたを慰めに来たんだよ。辛かったね。かわいそうにね。それでもよく我慢したね。よく耐えたね。大人の自分はあなたに感謝しているよ。よく耐えてくれたね。でもね、大人の自分は教えに来たんだよ。あなたは知らなくちゃいけないよ。あなたは自分がいじめられたのには原因がなくて、たまたま標的になったと思っているけど、それは間違いだよ。本当はちゃんと理由があるんだよ。いじめっ子と同じものをあなたが持っているからなんだよ。あなたは子どもの頃、妹をいじめていたよね。妹が何もしていないのに叩いたり、時にはもっとひどいことをしていたね。あなたはもう忘れたつもりでも、心の中では泣いている妹の顔がまだこびりついているんだよ。あなたは妹のせいでお母さんに構ってもらえなくなったとか、お母さんは妹の方が好きなんだとか勝手に思い込んで妹をいじめていたんだよ。妹なんかいなくなれって思っていたよね。あなたは自分が妹をいじめるのは何も悪くないと思っていた。だから記憶にも残らなかったんだよ。そしていじめられる気持ちがどういうものか学ぶことができなかったんだよ。大人の自分はそれを知ってほしかったんだ。あなたが学校でいじめられてとても苦しかったように、あなたの妹も苦しい思いをしたよ。人に苦しい思いをさせた自分は嫌だよね。許せないよね。妹だからっていじめていいわけじゃないよね。今あなたは自分がいじめられて苦しい思いをしたからそれがわかるよね。あなたは自分を罰したかったんだよね。その時の意地悪な気持ちがあなたをいじめた友達に投影されているんだよ。だからあなたはいじめられて辛い思いをして人の痛みがわかるようになった。あなたは自分を罰したんだよ。だから妹に謝りなさい。妹をいじめてごめん、その辛さがもう分かりましたと謝りなさい。そしたらあなたはやっと自分を許せるよ。あなたが妹に謝ったように友達もあなたに謝ってるような気がしてくるよ。だってあなたの投影だからね。そしたらまるで霧が晴れたように心が晴れ渡るね。もう心の中でまた誰かにいじめられるんじゃないかって怯えなくていいんだよ。大丈夫。自分を罰していたのは自分だったんだから。もうあなたは誰かにいじめられることはないよ。妹をいじめていたことを反省したら、もう二度と誰かにいじめられることはないんだよ。二度と人を怖がらなくて済むよ。この世界は本当は優しい世界なんだよ。誰も理由なくいじめたりしない。だから安心していなさい。大人の自分があなたをいつも見守っているからね。